どうもこんにちは、くんです。私のチャンネルの新しいロゴのデザインがついに完了しました。数々の選考の中、厳正な審査のもと選ばれたこのロゴなんですが、今日お披露目したいと思います。これです。このロゴなんですが、実は有名な長谷慎二デザイン事務所に委託しまして、そちらの方に作っていただいたというような形になっております。どうでしょう皆さん、なかなかいいデザインだと思います。おい、ちょっと待てよ。お前それパクっただろ、設定。いや、言いがかりっすか？そんなことないっすよ。明らかに、ちんさんのロゴトレースしてんだろ。ちょっとお待ちいただけますか？もしもし、私、竹本と申しますが、長谷さんいらっしゃいますでしょうか？はい。お世話になっております。以前、委託させていただきました、YouTube のくん FPS の竹本と申します。はい。はい。実はですね、長谷さんのデザインがですね、ちょっと、他の YouTuber のデザインと似ていてですね、それで少し今、揉めてるんですけれども、はい。はいはい。今後の対応なんです。はい。はい。あ、わかりました。では、そのように伝えておきますので、どうもありがとうございました。はい。はい、失礼します。すいません。法的には、問題ないそうなので、またこのデザインの根拠としては、K と、U と N がこういう風に合わさってるという風な、意図のデザインでございまして、法的には、問題は全くないということですね。なわけねえだろ。明らかにパクリだわ、それ。まあ、確かに。確かに。法に触れる触れないとか、訴えられて勝つ勝たないとかじゃなくて、そのものの看板だよ。その看板にさ、そんな不信感の募ったものを使ったら、いいものなんかできるわけねえんだよ。シンボルするものがパクリとか盗作ってさ、もう最悪じゃん。絶対使うなよ。ちょっと上のものに確認してまいりますので、少々お待ちいただけますでしょうか。すいません、失礼します。すいません課長、例のロゴの件なんですけれども、明らかにある特定の方の盗作の疑惑が濃厚になってきまして、少し世論の流れ的にもこのままこのデザインで押し通すっていうのは難しいんですけれども、いかがしましょうか。あれはパクリじゃない。え、いいか、よく考えたまえ。もしあれをパクリだと盗作だと認めてしまったら、誰が責任を負うのだ。私たちじゃないか。だから我々はパクリということにしてはいけないのだよ。なるほど、さすが課長。でもどうすればいいでしょうか。苦肉の策だが仕方あるまい。いつもの手を使おう。今回デザインしてもらった長谷慎二さんには在日になってもらおう。いつものですか。そうだ、在日認定作戦だ。すいません、大変お待たせしております。ですね、おう、で何だったんだよ。申し上げにくいんですが、デザインを委託した長谷慎二事務所の長谷慎二がですね、どうやら在日セントヴィンセント及びグレナデン諸島人らしいんですね。在日？在日セントヴィンセント及びグレナデン諸島人なんですよ。なので、もう、こんなこと言うとちょっと差別的になるんですけども。愛国心が、ふつふつと湧いてきたぜ。やっぱ日本人じゃなかったんだな。日本人だとこんなことするわけねえ。ネトヨの矛先そらすのは簡単だな。根拠のない差別やレッテル貼りはやめましょう。社会はそんなに単純ではありません。またこのお話の中には日本人しか出てきていません。ジェーシー君校広告機構です。楽しみだな、進撃の巨人。いよいよ実写化だもんな。ワクワクするよ。確かにデスノートのドラマみたいに、監督のオナニー汁をおっさんの濡れた太ももと玉の間にぶっかけたような悪臭漂う改変もあるよ。でも進撃の巨人は楽しめたはずだろ。